サラエボ国立劇場は、ボスニア・ヘルツェゴビナの首都サラエボにある劇場。演劇、オペラ、コンサートが上演されており、ボスニア・ヘルツェゴビナでは、唯一劇場専属の歌劇団、オペラ団、バレエ団を有する。もともとは19世紀後半に公民館として建設され、1921年11月に国立劇場として開館した。設計は、 サラエボで160以上の建築物を手掛けた建築家のカレルパルジークによるオープニングセレモニーは当時教育省芸術局の長官を務めていたブラニスラブヌシッチの主導で開催された1946年11月9日サラエボオペラ団が活動を開始初公演ではベドルジハスメタナが作曲した売られた花嫁が上演され風切り公演となった同年には サラエボバレエ団も結成されたが、初公演は1950年5月25日まで、連れ込んだ。バレエ団の初公演は、サラエボ国立劇場におけるバレエ団公演の開始を記念して行われ、ボリス・パパンド・プロの、ザ・ハーベストが上演された。1992年から1995年まで、続いたボスニア・ヘルツェゴビナ紛争では、劇場も甚大な被害を受け電力の供給も、 停止したが、同劇場での演劇活動は、ろうそくの明かりの中で続けられた。照明設備の老朽化が進んでいたものの、政府財政の悪化により修繕が進まず、ボスニア・ヘルツェゴビナ政府は、日本政府に、政府開発援助の一環である、文化に関する無償資金協力による修繕費の提供を要請。これを受け2003年10月5日に、 サラエボで4970万円を限度とする文化無償協力を行うための所管が交わされ、2005年に照明設備の供与が行われた。ありがとうございます。